信号のいいタイミングで左に入る。無茶ですね。外角がめっちゃピンピン出ます。すかさず右車線、最大限右車線まで。一番右。聞かせた。ここまで無理かなと思って。ここがちょうど迫ってたからさ、うん、ここだとこれができるからさ、やばい。本来はダメなんだけどね、この車線行こう。まっすぐしか行けないんだけど、下道のやり方をするときは、まあ、でもあっちから見ると普通に。まっすぐこの車線走ってきたようにしか見えないし、もうちょい前出しておいてもいいかもしれない。右に傾けた方がいいと思うよ。こっちが突っかえちゃう。結構ギリなんだよ。道路的にギリ状なんだよ。場所は信号がいい働きをしてるからいいけど、多分信号が悪い信号だったらめちゃくちゃ大変で、このエリア。北戸田あたりが無視し始めてくる。
まっすぐ走ったら面白いのが分かると思うんだけどな。分かるようにしてると思う。逆に。マジか。駐車場分かんないからな。分かる。ああ、そうね。無視でまっすぐ。もう一個信号を無視してます。通れないんじゃねえマスター。車線変更をしなかった。ないわ今日。ない、あ、ないのか。うん、今日無料期間だったわ。残念。開きまくってんじゃねえ今日。友安相談すぐ一回駐車場。何してんだよ、わしの。寒いよ。帰ったことないんだよ、ね。あ、そう。気をつけて、こう、結構、小回りへ調べないと。余裕見ていいよ。
し。若干ずれてる。まっすぐ行っちゃえば。そっちに調整聞かせちゃえば。運転したんじゃない？これで2時間ぐらい運転した。そうだね。ちょうど2時間20分ぐらいかな運転。疲れーす。飯食いに行こう。よいしょ。店長